吉田さん、おはようございます。一日が生まれる時間って確かに気持ちいいですよね。空気も澄んでいて、夜中の間になんか浄化されるんですかね。で、一定の静寂に小鳥たちのさえずりがあったりね、なんかこう昨日までのことが終わって今日が一日新しく始まるんだなと思ったら、なんかリセットされたような気持ちになりますよね。だから人間って朝起きるのが身体的にも精神的にもとってもいいんじゃないかなと思ってます。で、朝ね、眠りにつくのってせっかくのそのね、大切な時間を失ってしまうんじゃないかなと思うんですよ。で、吉田さんが散歩が気持ちいいっていうのは確かにその後に憂いがないからでしょ。7時とか8時に出勤が決まっていて、なんか会議があったり営業があったりプロジェクトが進んでいたりとかするときに、どうやってね、朝早く6時7時に起きて、あ、気持ちがいいなーってリラックスできるのかなってことですよ。逆ですよね。もう散歩する暇も惜しいぐらいに食べ物を書き込んで、で、資料を読み込んで会社に1秒でも早く行くってことを考えるんじゃないかなと思いますし、やっぱりね、一日がストレスになってないから朝の気持ちよさにも気づけるところがあるのかなと思います。そういう意味で言うと、お金で買えないものを実感するためにはお金でなんとかなるものをまず型をつけないといけないのかなと思うんですよ。だってお金で買えるものとお金では買えないもの、どっちが難しいかっていうと、お金で買えないものを手に入れる方が難しいですからね。じゃあお金以外でどうやって手に入るんですかってことになっちゃうじゃないですか。まあ、ですんで、お金をくれればサービスや対価を上げるよっていうのが最もフェアだと思うんですよ。自動販売機買いに行ってね、ある特定の地域にお住まいの方は買えないとか、年齢によって買えないものは一部ありますけども、なんかその自動販売機って人を差別しないじゃないですか。どんな人でも100円のものは100円ですよね。当たり前ですけどね。でも、そういうふうにお金で買えるものってのは最も平等にできてるんではなかろうかと思うんですよ、ね、どんなに悪い人でもお金出せば買えるとかね、どんなに不純な動機でもお金出せば買えるとかっていうふうになってきますからね。問題はお金で買えないものをどう攻略していくかってことなんですよ。それこそお金をいくら積んでも無意味なんで、お金を積むんじゃない他の方法になってくると思います。じゃあお金すら稼げない人が他のどんな方法をね、持ってそのサービスや商品を得ることができるのかなと思ったら、これ実は金稼ぎより難しいんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。じゃあ以上です。ありがとうございました。